お元気ですか、僕チミです。今日はですね、プロ野球カードの、ね、総集編でございまして、直筆サインカードを、ね、紹介したいと思います。でファイターズの、ね、直筆サインカードでございます。過去にもね上げてますけどね、またねどんどんとね選手のね直筆サインカードが増えてきました。で、今日からですねこの総集編もですね、メインチャンネルで復活することが決まりました。詳しい内容はですね後で説明したいと思いますので、まずねこちらをご覧ください。まずはですねこちらのファイターズのね直筆サインカード、今はね引退されてる選手や敵のね、よそのチームにね行った方もねいらっしゃいますが、結構これね、私もねびっくりするぐらいね結構ね、集めてきましたけどね。もちろんね現在もねファイターズに在籍してるね方もねいらっしゃいますよ。もちろんね杉谷選手ですね、現在ね引退されましたけどね。はい。で、セカンドライフもね、頑張ってほしいなと思っております。そう。これがね、これをね、目的でね、よくね、集めてね、来ましたけどね。なかなかね、こういう、他にもね、皆さんもね、集めてる方もね、いらっしゃるんじゃないかなってね、思ってたりはね、してるんですけどね。ね、西川選手も現在はね、楽天の方にね、移籍してしまいましたけどね。こういうね、年号によってね、この直筆サインカードの、ね、柄もね、どんどんとね、変わっていくんですよね。もちろんね、これ、本人がもちろん書いてます。ちゃんとね、証明済みだっていうことをね認められております。で栗山英樹監督、現在はね、日本代表監督でございます。でこれだけではございません。次のね2冊目にねいきたいと思います。続いて2冊目いきたいと思います。このねこっちとですねこっちはなかなかね手に入るのがね、苦労しました。あ、こっちもね苦労しましたけどね。でこちらはね今度ね、なんていうか青色のね模様のカードでございます。こっちもね、カードにもね、2種類ございまして、BBM というベースボールマガジン社さんと、エポック社さんっていう、わかりますでしょうかね。野球盤をね、作った会社のね、が、出している2種類のカードがね、ございます。どちらもね、集めてはおりますけどね。でアルカンダー選手でございます。
このようにマスコットもね、存在します。マスコット直筆サインカードですね。でこういったちょっとね、シンプルな柄もございます。で最後にね、これね、ジェイソン・ボッツ選手という、ちょっとユニフォームが違いますが、かつてね、日本ハムに在籍してた経験がございます。で、話を戻しますですね、なんでね、プロ野球カードの方がね、メインチャンネルにしたかと言いますとですね、やっぱり料理動画もね、メインチャンネルで上げてたんですが、今度ですね、料理動画とレトルトカレー、カップラーメン、カップ焼きそばが、今度はサブチャンネル、僕の趣味チャンネルのおまけの方でね、やることになりました。で、プロ野球やプロ野球チップスで、プロサッカーチップスなのはこのメインチャンネルで、で料理動画、レトルトカレー、カップラーメン、カップ焼きそばで、チョコボールチャレンジはサブチャンネルの方でやりますのでね、今後とも僕の趣味チャンネルの方をよろしくお願いいたします。ちなみに明日もね、やります。明日はですね、ファイターズ以外の直筆サインカードをね、総集編でね、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。